クリスマスイブを問わずお勤めお疲れ様です。カッツァン0421でもあります。今回のエレベーターは日立のエレベーターに乗って参りますのでよろしくお願いします。はい、まずはあれ8階を押してで、どこまで行くか、もっと危険かまないで飛んだり跳ねたりしないでください。そりゃそうでしょう。これは小学生でも分かる理屈だから。ご視聴ありがとうございました。